ヨーロッパ系シュガチョウの成長シナガチョウの成長ガチョウの親子ガチョウの威嚇ガチョウはカモメカモカガンアカの鳥、ガンの仲間、カキン。白い姿はアヒルに似ているが互いに別の種。ダーウィンは本種について著書にて野生の狩りを飼いならしてカキン化したもので、カキンとしては鶏に並ぶ歴史を有しており、古代エジプトにおいて、 すでに課金化されていた記録があるとの胸を記しているが、前半はともかく、後半については、今日では古代エジプトで使用されていたのは、本種ではなく、エジプトガンであるとする学者もいる。ガンと姿形は似ているが、体は大きく太っており、飛ぶ力は、ほとんどない。粗食に耐えながらも短期間で成長し、肉質が優れ、良質な羽毛を備える。肉は食用に、また、 日本ではあまり食用に供されることはないが、世界的には卵も広く食用とされる。羽毛は羽布団やダウンジャケット、バドミントンのシャトル、ガペンなどに用いられるが、羽毛の利用はどちらかといえば、副次的なものである。その一方で警戒心が非常に強く、見知らぬ人間や他の動物を見かけると、金管楽器を鳴らしたような大声で泣き騒ぎ、 対象を今し首を伸ばして、くちばしで攻撃を仕掛けることから、古来より番犬がありとなることが知られていた。現代では、バランタイン社の醸造所を敬語する、スコッチウォッチが有名。ガチョウは、日本全国の一部の小学校飼育小屋でも、飼われている。現在使用されているガチョウは、ハイロガンを原種とする、ヨーロッパ系種と、サカツラガンを原種とする。 中国系の品川町に大別される。品川町は上くちばしの付け根にコブのような流気が見られ、この特徴によりヨーロッパ系種と区別することができる。また、ヨーロッパ系種はフランスで品種改良が重ねられたツールーズ種と、オランダ、ドイツで品種改良が重ねられたエムデン種に大別される。特に、ツールーズ種は肉用としてよりも肝臓を肥大化させたフォアグラで有名である。 ヨーロッパ系種はヨーロッパとアメリカで品賀ウはアジア、アフリカ地域で広く一般に飼われている。ガチョウを料理するという慣用句は希望や計画を台無しにするとの声でヨーロッパでは口にされている。1560年スウェーデンで狂気王とあだなされるエリック14世がある町に侵攻したとき、 民衆が愚か者を表すガチョウを街のあちこちに掲げたことに起こった王は、ガチョウもろともがいを焼いてしまい、民衆の思いを台無しにしたとの故事に基づくとも言われる。人間に飼われてきた歴史が長いだけに、世界各国の昔話や伝説、神話に頻繁に主役、脇役として登場する。中でも特にイギリスのマザーグースは有名である。イソップグーのガチョウと黄金の卵や、 グリム童話の黄金のガチョウの話も広く、一般に知られている。また一方で創作物や小説にも重要な役を、担って登場する。アンデルセンの創作童話マッチ売りの少女では、少女がマッチの炎越しに見る原因の一つに、ご馳走としてのガチョウのローストがある。アーサー・コナン・ドイルのシャーロック・ホームズシリーズ青い、高玉にガチョウにはないはずの食堂のそのがある、設定になっており、 ドイルが、なぜそうしたのか議論になっている。セルマラーゲルレーブ作の動画、ニルスの不思議な旅では、狩りの群れに、お前、飛べないだろうと馬鹿にされたガチョウのモルテンが、空を飛び、トムテにより小人にされた、主人公ニルスと共に、その狩りの群れと渡りを行う。死亡を制油したものを、白ガコウと呼ぶ。白ガコウは、皮膚を保湿し、腫れ物やしこりを散らす作用があり、 主に手足の荒れ、可能性の腫れ物、出来物の治療に用いる。また、古代エジプトでは、発熱と咳のある患者に、豚の脂肪、小麦、ガチョウの油を混ぜて、四つ湯にさらしたものを4日完食させた。ありがとうございます。